10日の反省、100株なのにピー株だと思った。ビビって買えなかった。昔のピーなのに買ってしまった。電話するのがめんどくさかった。ピー割ってないのに売ってしまった。ピーのものは何をピーにしているか見る。ピーあげているときはP の伸びが微妙。2月11日反省。なんか買う気が起こらんかった。P に気を取られていた。P で P が出ていたら買わない。ピーカチェック。ピーヒゲの時は買わない。2月14日反省。ピーって来てるのに買っちゃった。2月20日反省。特になしっていうかもうどうでもいい。ピー良いやつは上がるなあ。すいません。企業秘密が多くて P が多くてすいません。反省してます。音と完全に一つになって